大友圭氏が選ぶ東映時代劇参戦。今回は靴掛け時次郎、遊興一匹です。靴掛け時次郎は、エモい。常年はすべてにまさる。またたびものって、もうさ、遠い過去の記憶のものじゃないですか。で、僕なんか健心で言ったら、浪人。浪人に多分近い。 と思うんですねって言った方が簡単にこう伝わりやすいかもしれないんですけど、瞬き物の世界っていうのは、一粛一般の奥義一つとっても、なんていうのそこまで頑張るっていうね。<laughs> 一晩止めてもらって、一晩ご飯をごちそうになりました。その奥義に報いるためには命もかけますっていう世界なので、今の我々のこの基準からすると、 あの、一番遠い世界の話かもしれない。一番こう、日常的に持ってる感情で言うとね。でもこの映画のすごいとこは、そんなことが全く気にならない。エモくて。<laughs> そう。キャラクター一発と演出一発でその無茶な設定も飛び越えられるぐらい、こう、やっぱ演出に、なんだろう力があるっていう感じ。そうそう。これ見せ切る力がある。バディノの定石じゃないけど、 トさん出てくるんじゃん。厚見清さんが出てくる。で、厚見さんの、いわゆる工場一つ一つの、やっぱりこう、一粛一般農業に扱ったからには、って言ってね、殴り込みかけて、さ、あの工場自体が、やっぱりこう、かなり時代がかっているんだけど、やっぱりこう、厚見さんの芸と芝居でさ、その中に軽みがあったりしてさ、なんていうのかな、あんまりこう、それを、あの、 変な言い方だけど、真に受けずに見られるっていうのかな <laughs> そうそう。あの、ちゃんとフィクションの世界にしてくれるんですよ。あの、なんか伝わりますなんか、そういう、こう、さじ加減ってのがあって、あれを、あれを、厚見さんじゃない人がやってたら、そこにちょっとした、こう、ユーモアとか、笑いとかが生まれないんですよ。ちょっとしたバランス、それで、あの、やっぱりこう、金之助さんとの二人のバランスが、まず入り口としてめちゃめちゃいい。 ので、これキャスティングの勝利であり、演出の勝利であり、やっぱそれはもうもちろん前提としてやってるんだけど、その、なんか、二人のコンビネーションの面白さとか、ね、その、で、そういう疑問っていうのをまず吹っ飛ばしてくれるんだよね。なんとなくこの面白さで。あの、僕はそこがすごいなとまず思いますね。で、その、これもう一個言うとね、時次郎が、その、石区一般の恩義に扱って殺した男の、 奥さんに、櫛を持っていくるじゃないですか。あの、まあ、櫛という小道具もエモいんだけど、<laughs> <laughs> その、いちいちエモいんだけどね、すごく。こう、なんつうのかな、こう、人肌を感じるものというか、わかりますよね。なんかこう、大事に持っていたものとかではなくて、櫛だから、身につけていたものだから。なんかそれを、こう、それがしかも、割れて、ものは後で渡してくれみたいなことになってくるんだけど、なんかその、自分が手にかけた<や>、<laughs> ね、女性、あ、男の奥さんに、こう、それを渡しに行って、で、その後その二人の面倒を見るわけだから、ここもね、すごく真面目に考えると、なんかちょっと親と思う、もやもやポイントじゃないですか。<laughs> お互いにそれを受け入れて旅をしていくってそこも、まあ、二人のあの、芝居も含めて、乗り越えちゃうんですよ。あそこの、あの、出会いの会話と、 なんてのな、二人のたたずまいとか、いろんな演出で、本来的にはもやっとするところが、え、だってあなたが殺した相手のでしょとで。それを受け入れるんですかっていうようなところとかも、この秘密は何そこを受け、見てる人間が受け入れられるようにしていく秘密ってのは何っていう、飛躍を、こう飛躍と思わせない、その、そこも、一言で言うとエモさだと思うんですよ。エモさを奏でるものっていっぱいあるんだけど、 その、殺した相手の奥さんを守るっていうところに、ちょっと今の時代では見かけないエモさがあって、なんか全てがその、こう、エモさで、エモい、情念でつながっていく。い、うん、いエ,エモい言われぬ情念でつながっていく。これがやっぱり僕の昭和の僕らに残っている、なんかこう、あの時代の、こう、時代劇とか、こう、 今の韓国ドラマに通じるような、理ではない、常年のドラマっていう、そこにやっぱりこう、なんかこう、惹かれる理由がありますよね。誰もこの映画見て多分、こう、言う、ちょっとこう、喋りたくなるシーンだとは思うんだけど、自分の話をね、えー、友人の話であるというふうに装って、まあ、女将にね、あの、止まった旗子かな、そこ。 になんかこう身の上話をしていってこんな男がいてバカな野郎ですみたいなことを言ってまああのカットがあの何てうのミディアムショットで、えー、っとちょっとこう表情を見せない背中越しのショットでとつとつと語らせるいきなりそれまでこう懸念みの強いカットで連続でこう描いていながらあのカットで急にふっとその。 ある意味凡庸なミディアムショットで語らせてそれがこうずっと続いていくわけですよあれ3分らいか4分ぐらいのかしら、ね、ワンカットで続いていってそのまあだから絵が変化しない分こう,こう集中力がやっぱ音に行くのでねやっぱりそのセリフをじーっと集中して聞いてるうちにまああのまあある種 凡用とあえて言うけど、普通のあのカットの中に、エモーションが立ち上がってきて、じーっと立ち上がってきて、で、そのエモーションをやっぱりコントロールしてるのが、このショットだってことがわかるわけですよ。やっぱりこう、音に身を集中させて、他のことは余計な情報であるっていうか、セットがいい味出してて。二人がさ、 旅に出ていく時の不思議な雲の形をしたあの感じとかが最初ロケーションに見えるんですよ。ですごくこう引き絵の中でよくこんな雲の形に捕まえたなと思うようなロケーション。ところがその見てるとまあセットなので当然分かってきてセットでこういう雲の形をデザインしたんだっていうことになんかすごく驚く。驚くんですよ。であれがやっぱりこう普通の 空の形だと何にもこう印象に残らない映像になると思うんですよね。だから、なんかこう、こう、なんていうかな、ふらっとこう、またたびものっていうものの、その、まあ、神髄って言うと大げさかもしれないですけど、ふらっと美しい、美しいその空に合い、あの、あまり見かけられないような空の、あの、雲の美しさに出会い、ふらっと、 奇跡が訪れるっていうこととかを、その、演出的にそれを体現する演出としてって <laughs> 演出プランが全部その時次郎の、その監督加藤隊の演出プランということ、もちろんそうなんだけど、その演出プラン全て時次郎の常念に基づいて、すごくストイックに撮っているなっていうふうに、うん、 こう思って、あ、こういうのもすごくこう、昭和の頃に本当によく見た、あの、映画の発想だなと思って見ましたけどね。ただまあ、それがここまで成功してるのはやっぱりないっていう。それはやっぱこう、またものであるっていう、こう、得意なジャンルの、すごくこう、メリットかなと思うね。どこにも寄りかからずに、一人でこうね、流れ流れて生きているっていう、感じの、よるべなさっていうのと、 うーんと何が、自分の人生を何一つ彼はこう、うん、そうコントロールせずにね、浮世をこう流されるようにこう、生きている中で出会ったものっていうのと、それにどういうふうにそことこう、向き合っていくのかってことをこう、その都度都度こう、なんか求められてるみたいな感じの、なんかそういうことの、なんかこう、生理的なそういうこう、 時次郎の整理とかが、なんかこう全部こう演出の作品の隅々にこう反映してるような気がして、多分僕はこれを選んだんだなと思いますね。<music> また旅者の発見っていうのはやっぱりその、漂うようなこう <laughs>、目線で、何に後ろ髪引かれて生きていくかっていうと、もう女王に惹かれるしかないっていう、 <laughs> 唯一最後に残ってるのは、その情だっていうか、うん、その情念が全てに勝るっていう感じが冒頭から漂ってくる。うん、それが、もうあのー、石区一般の恩義も、うん、まあ言うと、情なわけですから、うん、恩義という意味で言うと。貫徹してるな、さっきに。<品>そこはやっぱりこう魅力的でしたね。<laughs> なるほど。レジェンドバタフライは絶賛公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。